はい。ゆるキャラの中に入っていただけますか？お願いします。I guess I'm gonna be a mascot. 仕方ねえな。少しだけだぞ。ありがとうございます。道夫くん。俺はまだ道夫じゃねえ。キリュウだ。キリュウさん。私はプロデューサーの広中と申します。よろしくお願いしますね。全員は急げ。まずは小野道夫くんの中に入りましょう。ではこちらへ。This is gonna be silly. Perfect. Perfect. じゃないですか。なあ、やっぱりやめないか。何を言ってるんですか。こんなにサイズぴったりの人なかなかいませんよ。重いし暑いし息苦しいな。これは逃げ出したくなるのもわかる。まあそう言わずに、小野道夫君は尾道のシンボル、アイドル、象徴なのですから。大体このヘンテコなキャラのどこが尾道を象徴してるんだ。見てわかりませんか。瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミングなお顔。おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的食べ物、尾道ラーメンの帽子。美味しい海産物がたくさん楽しめる町であることを伝えるお魚のポシェット。漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴。そして尾道夫くんの名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服。すべてがこの美しき町、尾道を象徴している完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか。あまり思わないが。まあ大丈夫ですから、自信持ってください。かっこいいですよ、キリュウさん。いや、道夫くん。で、俺は具体的に何をすればいいんだ。もうすぐ子供たちがやってくると思うので、まず最初はファンサービス、遊んであげてください。ただし、くれぐれもキャラクター性を乱すようなことはしないでくださいね。キャラクター性？尾道夫くんは尾道に住む漁師という設定です。なので基本的に海を愛する渋い男のキャラです。この顔でか。そして言葉遣いですが、基本的に挨拶にはミチーをつけてください。ミチー、ミチー、ミチー、よろしくミチーというような感じです。では練習してみましょう。よろしくミチー。さん、はい、よろしくミチー。そうです、そうです。本番はもっと元気よくお願いしますね。それ What are you licking? Are you trying to lick the orange? 何か困ったことがあったときに使う口癖が設定されています。困ったときは、Oh no! Oh no! 練習しましょう。Oh no! さん、はい。Oh no! Excellent! Excellent! 英語の Oh no! と、Oh no! ものがかかってます。じゃれてきたでしょ。どう考えてもすべて。That makes sense. そして最後に、もう一つだけあります。まだあるのかよ。なんだ。それは決めポーズです。決めポーズ。おのー。道夫。OK。こんな感じでお願いします。登場の時や締める時に使うことが多いですね。やりたくないぜ。まあまあそう言わず、子供たちの笑顔のためですから。いきますよ。さん、はい。おのー、みくよー。キリュウさん、完璧ですよ。 Yeah, that would probably be a good idea. 間違いない。あなたこそが小野みちおです。嬉しくねえよ。Yep, I started playing Zelda again. そろそろ子供たちが来る時間だ。じゃあそんな感じでよろしくお願いしますね。他の設定は結構ガバガバなんで、なんとなくそれっぽくしてもらえれば OK です。丸投げもいいとこだな。どうなっても知らねえぞ。大丈夫。キリュウさんこそが小野道夫です。おー、来た。よろしくお願いしますね。うん、尾道夫だ。すごい、本物だ。初めて見たよ、尾道夫くん。
意外と人気あるじゃねえか。仕方ね、一肌脱ぐか。Introduce yourself passionately. Yo, ガキども。俺こそがチャーミングな発色フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、イカしたナウイ、オノトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、オノミチラ。楽しみてえやつだけかかってこい。おお、かっこいい。すごいぞ。セリフ完璧だね。まあこんなもんだ。よし、今日は俺が遊んでやるからな。お前ら、ナイスとミーチ。よろしくミーチ。バーイ。よろしくミーチ。よろしくミーチ。やれやれ、ゆずきさんも大変なんだな。おう、待って。おりゃおりゃ、ビシバシ、ゲシバシ、おりゃおりゃ。What the hell? Oh no! Why? 言ってくれた、言ってくれた。Oh no! Oh no! なるほどな。これを言わせたいがための前振りだったわけか。遊んで遊んで、みちおくん。みちおくん、そろそろメインイベント、トークショーの時間ですよ。トークショー？そうです、そうです、ここからが本番。こっちに来てください。ああ。 Explains the reason why I had to say oh noKids. Konnichiwa! Genki ga ii desu ne! Honjitsu wa Onomichi-o-kun Talk Show ni go raijou itadaki arigatou gozaimasu! Waaah! Oi, konna talk show made aru nante kiite ne zo. Arere? Iwanokatta deshitakke? Iya iya, demo moriagatte masu ne!Onomichi-o ga donna shumi shikou ka nante俺知らねえぞ。大丈夫です。結構設定はガバガバですから、それっぽければいいのでお任せします。じゃあ僕は行きますんで、トークショー楽しみにしてます。くそ、後で覚えてろよ。それではご紹介しましょう。我が町のヒーロー、小野みちおくんです。みちおくん、よろしくミチ。さあ、今日は皆さんからミチオくんにいろんな質問をしてもらえればと思います。じゃあ質問したい人いるかな。はい、はいはいはい。じゃあそこの君、何でも聞いていい？ああ、可能な範囲で答えよう。ミチオくんは好きな食べ物は何ですか？みちおくんが好きな食べ物、聞いてみたいですね。どうですか、みちおくん。好きな食べ物か。尾道ラーメンだ、みち。ああ、やっぱりそうなんだ。僕も尾道ラーメン大好き。よかったね。How would sexy women an answer for food? Don't answer that. Hi! 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 じゃあ、そこの女の子。私、将来、みちおくんのお嫁さんになりたいんですけど。え？ヒューヒューヒュー。みちおくんは、彼女とかいるんですか？さあ、女の子からの大胆告白ですね。みちおくん、どうなのかな。付き合ってる女か、困った。
I'm not sure if I should have said that I was a virgin, but yeah, I did dodge a bullet there. うるせえんだよ。こんなとこでガキを集めてギャーギャーやりやがってよ。この辺は俺らの遊び場なんだよ。誰の許可取ってやってんだよ。なんだよあいつら。怖いよ。子供たちが怖がってるじゃないですか。やめてください。クソガキどもが。もっと怖くしてやろうか。ああ。助けて。おい。あ？なんだお前。ダッセーキャラだな。頭にラーメンつけてんのか？意味わかんねえ。流行んねえよそれ。俺もそれはそう思う。だがな、ガキ泣かせて生きがってるてめえらよりはダサかねえよ。あ？なんだと？やんのか、ゆるキャラがよ。俺はゆるキャラだがな、てめえら見逃せるほどゆるかねえんだよ。面白い。おいお前ら、このゆるキャラぶっ殺すぞ。 Time for Onomichi to fight some crime. Watch this, kids. Don't try this at home. ゆるキャラ、小野みちおだ。小野みちお？なんでこんなゆるキャラが強えんだよ。ありえねえだろ。運が悪かったんだよ。お前らは今度ガキを泣かせるようなことをしたら命はないと思うんだな。わかったらさっさと消えやがれ。すみませんでした。情けねえ連中だ。ああいや、その尾道は喧嘩が得意でな。すごい。え？超かっこよかったよ、みちおくん。すげえ、かっこいいよ、強い、みちおくん。守ってくれてありがとう、みちおくん。かっこいい。そうか。ありがとうございました。本当にかっこよかったです。みちおくんはもはやゆるキャラじゃない。私たちを守ってくれるヒーローです。そんな大したもんじゃねえよ。俺は所詮何の変哲もないただのゆるキャラだ。みんな、みちおくんにお礼を言いましょう。さん、はい。ありがとう、みち。どういたしまして、みち。All's well that ends well。 最後、みちおくん、閉めてください。しょうがねえな。よし、行くぞ。チャーミングなハッサクフェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、イカしたナウイ尾のトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾のみちおだ。
みちおくん最高。 That was awesome. いや、本当にありがとうございました。おかげさまでイベントは大成功でした。まったく、一時はどうなることかと思ったぜ。結果素が出ちまったが、あんな感じで大丈夫なのか。はい、逆に桐生さんの素の部分が融合して、みちおくんのキャラクター性が高まった気がします。実はさっきのイベント、ネットでも配信してたんですけど、すごいアクセス数なんです。何？いや、みちおくん絶対人気出ますよ。おお、それよかったな。はい、これは今回のお礼です。受け取ってください。 Fighter's Binding。 まあ、人生に一度くらいはこういう経験も悪くないかもな。これから忙しくなりそうだぞ。じゃあ桐生さん、またよろしくお願いしますね。それでは。ああ、またな。ん？また？See what I got here. Fighter's Binding increases blade resistance. That would definitely help.